チームには藤川のように華々しく活躍する選手もいれば、ピッチとは違うところから勝利を願う部員もいる。彼らはサッカー部のマネージャーだ。2年生の冬にマネージャーとなった福里歩。280人もの部員を裏方として支えている。それは何をやってますか？チームは選手に試合前とハーフタイムの時に食べる塩を入れる袋を作ってます。走ると汗が出るんで、それで塩分を取っとかないと最後の方で足をつったりとか、塩分を取って動けるように頑張ってもらってます。遠征とかになるとまとめてその塩を持っていかなきゃならないんで、まあ普通に100万個とか。福里は中学時代、福岡の強豪クラブに所属。活躍を夢見て東福岡の門を叩いたのだが、それが一応実力の社会だし、全国から才能あふれる選手が集まる東福岡ではレギュラーになるという目標は叶わなかった。そんな時、ちょうどそのマネージャーを決めるって時に、その時にその去年のマネージャーさんの先輩方がその自分をマネージャーやらないかって誘ってくれて、自分がチームのためにできることは何か考えた末の決断だった。自分が高校1年生の時はこういう形で最後の選手に向かえるとは思わなかったんですけど、全く後悔はしないですし、最後までチームのために頑張ろうと思います。サッカーのマネージャーにしてほしい。マネージャーの存在をキャプテンの中村健人は、やっぱりマネージャーの2人もやっぱ1、2年生の頃は全国一緒に目指してきた仲間だったり、まあ自分たちの可能性にかけてくれて、まあ、お世話してくれてるので恩返しっていう意味でも全国優勝して2人にしっかりお礼言いたいです。夢の高校3冠へ、部員一丸となって挑む。試合を3日後に控えたこの日、2年生エース藤川を訪ねてみると、なぜかその姿がない。一体どうしたというのか。実は先日の京都橘戦、数々の激しいプレーで足を痛めてしまったのだ。やっぱりあと残り3試合全勝してしたいっていう気持ちがあって試合にも行きたかったんですけど、まあみんなが最高のパフォーマンスを出してやっぱ勝ってくれると思うので、僕は福岡から応援するだけです。同じトップ下としてチームを引っ張ってきたキャプテンはまさかの事態に。プレーの相性っていうかコンビネーションとかもよくありますし、結構いい関係に今なってきてると思うんで、なくちゃならない存在です。11月、欠場を余儀なくされたエース藤川の思いを胸に、東福岡サッカー部は絶対に負けられない運命の一戦に挑む。高校ナンバーワンストライカーエース藤川が前節の怪我により欠場。大黒柱を失った東福岡、負ければ高校3冠の可能性がほとんどなくなるという大一番に挑む。この試合落とせない試合だから、だからこそ小川さんがそれをきっちり勝って、その次の来週のゲームに向けられるようにしっかりその辺のところ、もう一度強く持ちたいから、勝つんだよ。最高だ。
高校三冠を目指す運命の試合が幕を開けた。序盤から緊迫した攻防が続く。試合が動いたのは前半42分。一瞬の守備の乱れを突かれ先制点を許す。さらに後半6分、2対0と突き放されてしまう。後半38分、ボールを持ったキャプテン中村が縦パスでアシスト。ようやく1点差に詰め寄る。その後も諦めない東福岡。しかし大一番をものにすることはできなかった。その後残る2試合を懸命に戦うも、高円宮杯そして高校三冠制覇の夢は叶わなかった。3年生部員の夢は藤川ら後輩たちへ。自分的には絶対達成してやるという気持ちです。東福岡サッカー部、先輩たちの思いを胸に三冠を目指す新たな戦いに挑む。